危険なクッキングにお兄ちゃんが挑戦。今日はなんとチャイ。初めての魚なのにいきなりタイ。頭ついたやつと思ったらこれになってしまったんだよな。全部切り身だったんだよね。これ何触ってんのこれ。目玉、はい、やり方ですね。この前のねケーキと一緒でお母さんが説明をしてあげましょう。魚さんどうですか。お魚さんなぜ目ばっかりやってんのさっきから。はい、さて問題です。お魚さんは夜寝るときまぶたを閉じるでしょうか。閉じない。はい、正解です。はい、ではまず鱗を取って鱗を気をつけてよって。そっち向きでやった方が危なくないね。タイは鱗を取ってエラと一緒に内臓を取り水洗いして水気を拭く。このやつあれ怪我してるじゃないか。かわいそうに。そんなん言ったらご飯食べられなくなる。大変じゃない。How to basic。何してるんだ。口の中見てるの。なんかおる。え？キモ。はい。せっかく洗ったのに、まな板汚れてたらまた汚れちゃう。そしてまた洗う。超高級。はい。洗い方おかしい。どっちが大事やね。まな板。はい、お魚、はい、じゃあ包丁ね、普通の包丁使おうか。手は切らないでね。エラと一緒に内臓を取り。エラ？エラってどこだ？わからないけど。怖。モザイクかけなあかんかな。つけといた方がいいんちゃう？じゃあこれちょっとこれ。なかなか痛いよね。なんか出てきたね。なんやった、なんちゃら。バイバイ。お兄ちゃん強い。強いな。え、こっからどうすんの。あ、もう手切りそう。こっちやばいな。向きやばいな。もうそれで出せるやろ。もういいんじゃない。また出てきそう。ここいて。なにこれ、なに、でかいよ、こっち無理。何が出てきて、あー怖い。やっぱ大きい魚って怖いな、さばくの。なあ、お魚屋さんにさばいてくださいって言えばよかった。お母さん、魚さばくのって女子力関係あると思う。女子力高くても無理やろ。関係ある。料理できるとか。できる人はすごいな。母さんはサンマぐらいしかできない。なんか出てきてるけど、お腹から寄生獣。寄生獣じゃない、寄生獣。何これ、ゴキブリみたい。これ見てる人は魚嫌いになるかもしれんよな。でも、あ、じゃあ魚注意書き書いとこうかな最初に。うん、書かないわい。なあ、魚嫌いにならないために見ないでください。一緒に注意って入れとこうか。うん、水気を取って竹串でね、皮の表面にプスプス穴を開けるんだって。穴を開けてください。できた？
こらこら、そんなんしない、そんなんしない。はい、で次に、まあ嫌な音、これなんで、これなんで穴開けるかと言いますと、皮が剥けたり身が弾けるのを防ぐためなんだって。でたくさん穴が開いたら次塩を振る、はい、で10分間置いてください。10分経ちましたので水で洗って拭いてください。お願いします。 I am okay. La 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 はい、はい、洗ってください。でその次に身に塩を振り、ヒレには多めに塩をして、ヒレを形よく広げ、アルミホイルを巻く。もういいんじゃない、そんな感じで。で、はい、アルミホイルで焦げ防ぐためのホイル、うん、じゃあ、行きましょう。あとは焼く、焼くだけ。あ、ちょっとここ、水入れとかなんかね、下に。はい、ではグリル、スタート。ではおお、焼けました。いいじゃん、すごいね、口がなって目が取れました。はい、じゃあお皿に入れてください。見える、難しい、最初に目が、まあ、いいでしょう、反対側だからな、かまへん。行きます。はい、何もない平日にね、タイの姿焼きが食べれるなんてね。はい、皮もいい、なんかいい感じでパリパリで美味しい、うまい。お兄ちゃん食べる、